の道の駅を出て南に走っています。国道56でも光ったんだけど、高速の方がそばに入り口があったので、こっちを来ました。どこに向かってるかというと、名前はですね、南海園、南海園でいいのかな、なんかそんなような名前の、日本庭園があって梅が咲き出してるっていうので、行ってみようと思います。13キロほど、いい天気です。この宇和島の方というか八幡浜あたりから南の方は無料、どこかから有料になってます。西予市からだったでしょうか、そっから北は有料。この後はまだトンネルが続きそうなので、はい、一旦切ります。